鈴木は、四輪駆動車、ジムニーと、ジムニーシエラに、特別使用車、クロスアドベンチャーを設定し、14日から発売を、開始した。特別使用車は、専用デザインのアルミホイールに加え、静観な印象の専用フロントメッキグリルや、LED リングイルミネーション付けフォグランプなどを、採用して、力強く、存在感あふれるデザインとした。 内装には、黒地に、鮮やかな赤色が映える前席シートを採用し、前席の背もたれと座面に撥水、透湿、消臭機能を合わせ持つ、シート表皮、カブロンソフトを使用した。さらにレッドステッチを施した、本革巻き、ステアリングホイールとシフトノブ、色調を合わせた専用フロアマットの採用など、機能的で、 スポーティーな印象とした。また、ジムニー、ジムニーシエラ全車において、衝突時の歩行者頭部への衝撃を緩和するため、フロントフードの高さや構造を変更したほか、鉱石シートに、アイセフィックス対応のチャイルドシート固定用アンカーを採用するなど、一部仕様変更を実施した。価格はジムニーが1524,600円から、 ジムニー・シエラが1666,350万。